あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと秋に唾をかけたくて。あ、秋、そう、秋結構強そうな雰囲気。そうですね、なんか今出てる噂ではすごい強そうな。そうだよね。で、現状もね、なんかやっぱヒカル君結構勝ってるし、なんかやっぱ悪くない。うん、なんか最初出た当初はまだ伸びきってなくて、うん、って評価があれだったんですけど、最近は結構伸びてねえ、なんかかなりいけそうな雰囲気になってきた。しかもさ、強化の部分さ、結構クリティカルな強化多そうだったよね、はい、なんかね、なんか通常技だって軒並みなんか強くなってたよね、なんかね。いや、なんか通常技は結構、うん、嘘っぽいっていうか、そのプラシーボ的な。ああ、そうなんだ。あの、思うんですけど、ああ、何、ああ、あれ嘘だったの。あ、でも中足はガチです。あ、立ち中継、1フレ、8フレなんだっけ。ね、立ち中継が発生が多分1フレ早くなって、うん、中足がヒットプラ4からプラ5になって、うん、立ち弱系が5フレから4フレは多分本当です。それ強くない？立ち弱系とか超やばくない？やばいです。そうよね。まあ、それだけでどこまでいくかちょっと、その、まあ、俺わかんないからさ。多分、秋は、まず、簡単なコンボを覚えて、うん、強ムチ、あの上に上げるうちムチの、あー、はいはい、あ、あれで最後締めるのを最初は意識して、うん、その後に何をするかを決めて、例えばゲージが多い時はラッシュして、ゲージが少ない時はあの中蛇傾向、中移動のやつとか、うん、前捨て前捨てとかにするとかでやったり、あと端のコンボを覚えて、ね、セットプレイを覚えて、うん、でやっていくのが多分一番分かりやすくて。最初の独指導は何なんだ。例えばこういう時 OD ゲージがあったら、その OD ゲージの使い方、例えば OD ゲージ、あの弾打ってラッシュ下段作ったりとか、うん、OD 弾多いよね。そうですね、とりあえず打って近づけるん で、うん、でこういう時僕をここを大事にする。で、毒をつけてると弾抜けのリターンがすごい高くなる。あー、やばいよね、あれね。弾キャラ相手だと価値は高くて。なるほど。足の投げ難しいけど、あんま気になんない。足の投げ、なんか投げループさせるのがなんかちょっとむずいなと思ったんだけど。あー、慣れる。あんま気にならないですね、うん、慣れだし、まあ、ラッシュしちゃってもいい。ああ、なるほど、まあ、中段も強いし、ゲージがあったら。マジか、バーンアート中は結構強いっぽいもんね。バーンアート中は最強っすね。あ、出なかった。玉抜けも結構強い。これは玉抜けは結構弱いです。もう玉、あの抜けじゃなくて、玉を消しながら達成で勝つっていう感じですね。うん、秋はあれか、研究員がいるんだ。秋研究所というものが。秋、桐生？え？あの桐生さん。ああ、ドンパチさん。ドンパチさん、ドンパチさん。あとわかんねえな。秋使いで言うとザベスさんとか。ああ、そっか、ザベスさんだけど、秋使い結構いて。これはこれ苦手なキャラって何なの。苦手なキャラはキャミが苦手で。おお、やっぱ体育がどうしようもない。体育は、なんだろうな、バックナックルどちらかというと、立ち回りの技にやっぱストライクが噛みやすいっていうと、結局その球からの起点を作れないから、そのなんか近づけないけど相手は近づきやすいみたいなのがやっぱきつくて、技触れなかったらね、触りたい方になっちゃうしね、相手がね。そうですね。でリーチさんで言うと、結構そのリーチ差で押し切りたいところではあるんですけど、キャミーの台形とかが結構長くて、うん、
リターンないけど、あれ、性能自体は、性能ってかなんだろうな。強いよね。そう、強くて。なんか、OD で寄るのは、なんか理解したな。あー、来たー、これね。これで。まあ、インパクト打ってもいいしな、これ。弾強い。弾は、ノーマル弾はでも打ち方が大事で、うん、例えば OD 弾で有利取ってからできるだけ安全弾に近づけるとか、うん、そういう工夫は結構必要です、ね、OD 弾打ったらタクかけたいよね。せっかくゲージ2個を使ってね、なんかダメージに繋がんなかったらちょっと弱いよね。その DJ の OD 弾とはやっぱちょっと性質が違うなと思うわ。確かに DJ の OD 弾は当てに行く弾で当たんなかったらまあ終わりみたいな感じなんだけど、はい、これ当てに行く弾じゃないよね。展開を作る弾っていう感じが、まあ、でもこの OD 弾は多分 DG よりヒットした時のリターンは高くて、うん、あそうなんだ。あ空中とか当たった時やばいよね。なんかね、あれ空中じゃなくても地上でもリターンやばくて。あそうなんだ。え当たる時あん、当たったらあの橋行けます。あなんかラッシュしまくるやつよね。でもラッシュしまくるって言っても生ラッシュ、いや、OD 弾打って当たったら、うん、ラッシュ中パン、中蛇頭弁、ラッシュ大、だからラッシュ2回っすね。うん、生ラッ、だからゲージに減らないやつだよね。しかも回収も、回収もするやつだよね、結構ね。そうですね。で、端まで行けるし、毒もつけるっていう。けどその基本的にさ、OD 弾ってさ、その、じゃ当たらないように打つと思うのよ。はい、離れて打った時に、寄れるから、有利フレーム多くて、タックかけれるっていう感じじゃん。はい、でそれだとなんか当てに行く、要するに通常技狩るように打つ球もやった方がいいってこと。そう、例えばこれ当たった時のまずリターンが、うん、当たったの見てからラッシュで間に合って、で、当たったらここまで行くんですよ、とりあえず簡単なコンボで、うん、でこれがリターン高くて、ちょっとオプションがガードの時は基本的に、このガードしたのを見てからラッシュでよくて、うん、じゃないと相手が弾見て飛んできた時に落とせなくなるんで。でここ、秋の弾って OD 弾が2段あれだダンダンって当たるんで、ダルシムだ、5のダルシムのあの強化ポイントみたいになってんだ、あの有利フレームが伸びるやつ、こうやって、これがこれレンガ、さすがにさすがにレンガだよ。一応相手がジャスパしたらあレンガじゃなくなったりもするんですけど、うん、基本はレンガです、うん、でこうやってレンガ下段からやったりとか、うん、まあ普通に投げに行くのも強くて、通常技から距離で打つってある、もうちょい前でそういうところで打つのはどうなの。そう、通常技打ってきたら当たるよねっていう打ち方は微妙。でも結構ここは打つこともあります。こういう時はでも打った時にラッシュが結構レンガ作れなかったり、そうだよね、ラッシュ打ってから勝利が確定しまうキャラ、うんうん、距離なんで、うん、例えばこういう距離で打ったら設置しちゃうとか、あなるほど、結構やって毒をつけるのを優先することもある、うん、あります、ね、遠距離から弾打って当たるってある、結構あるってことか。遠距離から弾打って当たることはあんまりないです。だからやっぱ相手もガードするから、そうだよね。ってことは OD 弾がその当たるっていう状況が どういう状況で当たるのかなと思ってる。まあでもこういう距離で打ったときは結構当たりがちだったり、あそうか、 ラッシュとかに噛み合うと当たるのか。ラッシュとか噛み合うし、でも開幕こうやって、うん、はい始まりました OD 弾って打つと、うん、相手が開幕ジャンプしてると負けるんで、うん、例えば開幕バックステから OD 設置とかしたときとか逆にジャンプに当たるみたいな、ジャンプに当たるとかで、うん、これがジャンプに当たると、これちなみに地上ヒットとジャンプで結構通撃判定が違くて、うん、コンボ変えなきゃいけないんですけど、うん、これが例えばジャンプに当たると、例えばこうやって、あ、1回少ないんだ。1回少ないけど、いつも通りの強い置き攻めにいけると。DJ の OD 弾もそうなんだよね。地上と空中でコンボが一応ちょっと変わる。へぇ。変わるっていうか、まあ、あのラッシュダイパンアップが減るからあれでいいんだけど、あの、はい、ちゃんと伸ばそうとしたときに実は変わるみたいなのがあって。まあでも、ここは覚えてしまえば、まあ、慣れてなんとかなる部分で、まあこの距離っていろいろ明けがやることあって、うん、やっぱまず中継、強いの？中継はまあ結構秋を支えてるっていうか、おだからこれを振らないとちょっとそれ以外の技を振るのがちょっと当たってもなんかちょっと安いじゃん。
あーでもこれ当たった時に見てるところがまず、うん、パニカンしたらしゃがみと強パンと、うん、例えばラッシュとか前捨てに噛み合ったりした時は近いからみたいな10パンにつないで、まあ、カウンターだったらまたその追撃できる距離が伸びますよとかあって、まあこれがやっぱ結局技の中で結構なんだろうなリーチの割にコンパクトで振りやすいんで、なるほど、リスクもない。リージェルタッチ受けたらやっぱちょっと違うのかもな。あー結構でもこれ相手がガードしても打ち返しが難しくて、うん、あ結構距離が離れるんでめっちゃ遠いね。なんかこの後になんかいろいろ得意な間合いを使ったり、逆にみたいな、逆に、うん、ラッシュの後って何打つの？ラッシュの後はラッシュコアシ打つかラッシュチューパン打つか、まあ、これがその立ち回りニュートラルから奇襲する時のラッシュで強くて、うんうん、例えばラッシュ中足とかも強いんですけど、ラッシュ中足って一応ガードプライチで、うん、投げ回り以外なんで、まあリスクあるよね。でまあ置き攻めのラッシュ時はラッシュ中足とラッシュ中段ってすごく強くて、うん、有利が一番取れるのがラッシュ前強キック、これがプラス6で6、歩き投げが埋まる、うん、でなんで、でラッシュ小足の強いところが、まあ、ラッシュで速くて下段っていうのと、うん、ガードプラス2、うん、ガードプラス2で投げ間合いだけどこれ趣味できる間合いなんで、はいはいはい、剣みたいな感じ、そうですね、強くてラッシュ中パンがかなり強くて、これラッシュ中パンがそもそも持続が5なんで、うん、ラッシュとしての性能がかなり高くて、あーなるほど、超速く打てるんだ、超速く打てます、あー今みたいな、あでこれ当たったら、まあ、中パンとか、まあこっちもこうなんですけど、うん、これどの技もカウンターしたらカウンターヒットやっぱ確認したくて、ああ台形が当たるから、台形が当たるから、この上の当てるのが超大事だもん多分飽きてね、強ですね、この強ムチ、うん、これを当ててからラッシュやることはラッシュで中段がラッシュの後強い理由がラッシュ中段が埋まれるのとラッシュ中足が埋めれるんですけど、うん、まずこれニュートラルにしとかないとラッシュが切れちゃうんで、うん、ラッシュするときはニュートラル入れることで、で、うんうんうん、これ投げるときなんですけど、この急停止したときにプラス18で、うん、歩き投げと、まあ、シミもできるし、ここでラッシュ中での対処ってパリーしてくる相手も多いんですけど、うん、そのパリーを見てから投げやすい間合いでもあって、はいはいはい、後ろ受け身でも結構いけるんだ、急停止、これ今後ろ受け身なんですよ、うん、あじゃあ結構近いのか、結構近いです、これその場でも、その場だと結構むずい、相手の投げ届いちゃうんじゃない、その場だと、あでもプラ18なんで例えば下がれる、相手が多分最速投げでも普通にあれ下がれるはずっす、うん、うん、なるほど、あこの秋は何か当たった後置き攻めで、いただき攻めが強くて、だから結構どの組み合わせにもなんだろう、キンバリータイプな強みがあって、ほうトナメとかでも強いんだろうなって僕は思ってるんですけど、うん、あとこの前ダイパン強いですね、あー8ダイパンも毒ついてるとき超強そうに感じたわ、あー8ダイパンも強いっす、うん、やっぱり毒、いやまあ確認から伸ばせるっていうのは、うん、サブ候補っていうか D がサブとして結構優秀な可能性があるから、例えば今ね、ヒカル君と話してて、キャミーがきついんだったら DJ やっぱキャミーいけるとかもあるし。確かに。大地も俺すぐ絶対よ、俺。めっちゃ長かったよ、俺。ヨガギブアップまで。俺も相当しぶとくやったと思うよ、あれ。なんなら俺。